こんばんは今日は劣等感が自分の宝という話をしますね私は毒は育ちでコミュ障で人生のトラブルが多い人生でした私が優しさの見本に使っている斉藤一人さんの本変な人の書いた世の中の仕組みの中には劣等感を乗り越えると宝になるんですと書いています 何かを乗り越えるたびに人間的魅力ができてくるそうです。私はこれまで山ほどトラブルがありましたが、一人では絶対に乗り越えられませんでした。私がラッキーだったのはカウンセラーの先生と出会ったことです。それがなかったら今頃何の変化もない、ただ日常が過ぎる、一つも楽しいことのない人生を送っていると思います。私は、 たくさんのトラブルがあったけどそのおかげで先生と出会えてカウンセラーになりたいという中学からの夢を叶って強烈な独行屋さんを神様が与えてくれたおかげで誰よりも優しく強くなるための勉強ができています優しくなることってめちゃめちゃ難しいですでも難しいことにこそ価値があります人生は波動が全てです 人生を楽しむためには、波動が高い必要があります。波動を高くするためには、波動の高い情報が必要です。優しさって、波動高そうじゃないですかこの YouTube では、私が先生から優しくなるために教わったことや、勉強してきたことをたくさん配信しているので、ぜひ聞き続けてくださいね。今日はこれで終わりますね。次は、明日の夜、8時に行きますね。